第一代の御領主様が夫人の軍用金にもと蓄えおかれましたる黄金が百万両と申します。御領主様はその百万両あるところへ埋めておかれました。そうして埋めた場所を詳しく伊豆面に記して、その伊豆面を苔猿の壺に塗り込んでおかれました。何、苔猿の壺？さよう、苔猿の壺。では苔猿の壺の絵図面により埋めた百万両を掘り出せば、この柳生の里は西国一の、いや、ことによると海代無双の大金持ちでござりまするな。殿、おめでとうござります。殿は日本一の大金持ちでござりまするぞ。おめでとうござります。いや、その苔猿の壺はもうわしの手元にはないのじゃ。なんとおせられまする。実はあれが百万両の壺と知らぬゆえ弟にくれてやったのじゃ。では苔猿の壺を源三郎様、芝道場へ婿入りの引き手者と申して大切に抱えて江戸へ行ってしまった。弱りましたな。弱った。せめて一月前に壺の秘密が分かっておりますれば。彼が養子に行く前なら問題はないのじゃ。弱りましたな。弱った。して源三郎様は壺の秘密をご存知でござりましたので。いや、それは存じているはずがない。それでは宝の持ち腐れではござりませぬ。そうじゃ、宝の持ち腐れじゃ。なんとか源三郎様をうまく騙して苔猿の壺を取り返さねばなりません。そこで密かに殿の内命を受けて高大の氏はるばる江戸表へ参ったような次第でございます。ご家老様にもよろしくご尽力を願います。あの壺が百万両とは驚いたの。我々も開いた口が塞がります。ねえ、あんな汚い客でお客様お見えになった時に私困るわ。そうかな。あれでも柳生家重大な宝物だって死んだ親父はそう言ってた。あれ、何でも放り込んでおきましょうか。え、あなたのお兄上様、一国一城の主でしょ。それなのに弟のあなたがあんな汚い茶壺一つもらった金だなんて、私ずいぶんひどいと思うわ。茶壺一つの用紙じゃ実際肩が狭い。まあ、そんなことをしちゃっちゃいや。あんなこと言ってお気に障りました。ごめんなさいね。だけどお兄様本当に不公平だわね。一年遅れて生まれると兄弟でもこんな差別がつくんだ。本当ね。しかしこれでも一両ぐらいには売れるだろうな。こんな壺三文の値打ちだってあるもんですか。そうかな。
申し上げます。ただいまお里の柳生様からお使者がお見えになりました。兄貴の使者？何の用事で来たんだろう。実は苔猿の壺につきまして御意を得たいと存じました。あの壺がどうかしたのか。いいえ、あんな古ぼけた茶壺など三文の値打ちもございませんが。そうだろうな。お前もそう思うか。奥もそう申しておった。大体わしは兄上の処置が気に食わ。ごもっともで。兄上は一国一城の主、金は山ほどある。わしは三文の値打ちもない。あの茶壺がたった一つだ。そんな不公平なことがあるか。ごもっともで。兄上はケチンボだ。ごもっともで。あんなものを床の間に置くより納屋へ放り込んでおけと言われた。ご不要なら苔猿の壺を頂戴いたしとお存じます。あの壺をくれというのか。はい、納屋に放り込んでもし壊れでもいたしますと。そうだな。あれでもお家重大の宝物になっております。大の神、それは兄上がおっしゃったのか。はい、何とぞお譲りくださいますよ。兄上がおっしゃったんだな。はい、何とぞ。断る。え、源三郎断る。でもただいまご不要と。不要であろうとなかろうと、兄上の2万3000石に筆頭するあの茶壺だ。源三郎を身に染みて納屋へ放り込んでおく。バカにするな。何でございましたの。この壺を返せと言ってきた。まあ、こんな壺を返してやってもいいんだが、わしにも意地がある。本当でございますわ。お兄上様ってずいぶん失礼ね。ああ、目障りだ。おい、こんな壺をくず屋にでも売ってしまえ。国へ立ち返っては拙者殿に申し訳が立ちません。さよう。さればご家老にお願いがございます。何。わしに願いとは。幸いまだ源三郎様には壺の秘密をご存じありません。そりゃあ申すまでもないことではないか。壺を渡す渡さぬというのも卑怯次男坊の部屋住み根性、つまり貧乏の鉄だったひがみ根性から。なるほど。金で釣ると申すかの。山吹色さえ見せれば大丈夫でございます。していかほど用立てればよいのかな。まず百両も出せばよかろうと思われまするが。何、百両か。ほうほう、苔猿の壺を百両で買いたいというのだな。何とぞお譲りくださいますよ。百両だな。あ、代米百両でございます。大の神、あの壺を百両とはちとおかしいな。は、そちは先ほどあんな壺三文の値打ちもないと申したではないか。めっそうな、さようなこと。黙れ。この源三郎をめくらと思うか。いや、決してさような。人色な兄上が言えなくしてあの壺を百両で買おうとおっしゃるはずはない。俺には何か資産があるはずだ。その訳を申せ。いいえ、さような。隠すな、正直に言え。いや、正直なところあれはただの茶壺でございます。よし、言わんな。言わんとあらばこっちにも考えがあるぞ。おい、おい、殿、しばらく、しばらく。こいつを道場へ引きずっていって叩き出ませ。おい、喜べ。100万両、おい、ハイナ、おい、ハイナ。あなた、どうかなさいましたの。どうも、こうも。おい、壺出してくれ、壺。苔猿の壺だ。
まだあんな壺のこと考えていらっしゃいますの？当たり前だ。おい、不祥ながら柳生源三郎、当家婿養子に参るのに、お粗末な引き出物は持ってこんぞ。そう、あれ、今日くず屋に売りましたのよ。何？売った？ええ、いいでしょ。くず屋があんな壺でも十文に買っていきましたわ。バカ！何ですの、あのと。おい、あの壺は百万両だぞ。百万両だぞ。おかえり。お、もう寒くだわ。なんだそれ。金魚だよ。金魚？やつ、これは金魚うめえもんすね。そうか。よし、なんか見つけてやろう。お、ヤスコ、それ金魚か。うん。よし、いいもんやつな。待っといてよ。よし。ああ、金魚持ってきてるな、これ。あ、金魚持ってきて。ほら、金魚入れるにはいい壺だろう。いや、どうしようかな。どうしようかな。実はもらなかったけど。どれよ、これ。おじさん、ありがとう。あ、いや、よし。これ本当は何入れとくの？これか？うん。これはな、本当はやっぱり金魚を入れとくもんだよ。違う、何言ってやんだ、本当に。君ってやつは情けねえ野郎だね、本当に。やすぼ、それはね、金魚入れるもんじゃないんだよ。本当のことはね、それは塩せんべい入れるもんだよ。また遅くなるの？ああ、眠くなったらお前してるんだよ。うん、だけど早く帰ってきてよ。ああ、ね、いいです。うん、おとなしくよ。あ、おとなさん、おとなさん。はい。安坊を教えてお願いします。ああ、ようわんとも言ってらっしゃいます。近頃七兵衛さん毎晩のようにめかし込んで出ていくんだけど、一体どこ行くんだろうな。あら、欲しいわね。もう少し見よ。うん、今度はきっと当てるよ。七兵衛さん、毎晩お店を留守にしていいんですの？店の方は万事万全に任せてありますからね。気がぐれてしまいになります。結構なお身分ですわね。ええ、ところが奉公人が大勢で心が疲れます。心も多いんですね。でも毎晩ここでこうして遊んでると本当にのんびりとして昼間の疲れをすっかり忘れてしまいます。お下坊は綺麗だし、おかみさん愛嬌があって、お日様いい声で歌ってくれるし。あら、いやだ、お口のうまいこと。どうです、久しぶりで得意の喉を聞かせてくれませんか。いいよ、お下坊。おかみさん、お歌いなさいよ。おかみさん、久しぶりで聞かせてくれませんか。お歌いなさいよ、おかみさん。ねえ、お歌いなさいよ。おかみ、歌えよ。だって、お前だから食べに来ちゃって。ああ、いいから歌いなさい。おかみさん、お歌いなさいよ。あたし、ちゃんと持ってきますわ。どうしよう、さあちゃん。だって、皆さんが青いてるんだし、お歌いなさいよ。歌いたくないやつに歌うな。俺は、こいつが歌い出すと熱が出るんだ。熱が出るって？あよ、頭がズキズキする。お酒がまずくなるんでしょ。もちろん。結構、あたしは助かるわ。境の払いが少なくなるし。じゃあ皆さん、久しぶり歌いますわ。ちょっと喉痛めてんだけど、体
かえってその方が熱もよく出るし、頭も痛むし。勝手にしろ。ええ、勝手に歌うわよ。おい、ちょっと待った。わしはな、漬物に蓋を置いてくる。そこの粋な兄さん、三遍回ってワンと泣いてもらいたいもんだね。えい、これやろ、これやろ、見たまえ、何を何が、社長、先生呼んどいて。先生、ちょっと、酒はまだあるぞ。お酒じゃないわ、
お商売よ。何言っとめ。うぬら、さりげんで来たぞ。やい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 、おめでとう、さおめ。旦那、ちょっと待ちさせ。ちょっとこれどうも、お見取りもいたして、どうぞご勘弁なすって。へい、旦那、古いでした。どうかそれを納めなすって。よし、どうも、ありがとう。なら、まがまがしとってんけど。今、触れなす。やろう、覚えてるよ。何を、バカ野郎。てめえの面だぞ、覚えておらんぞ。旦那に申したんじゃ、ござんせん。大丈夫でしょうか、おかみさん。心配しなくてもいいんですよ。お帰りには、あの先生を送らせますから。どうもすみませんです。ねえ、あんた、すいませんけど、七兵衛さんをお店まで送ってあげてくださいね。わしがか？ええ、あんた送ってあげるでしょ。わしはいかん。わしは今夜早く寝るんだ。沢のさっきの歌で寝てるたい。送ってあげてくださいね。頭がズキズキするたい。送ってあげて。やでい、やでい。金輪際おりゃ送っちゃいかんぞ。あ、もうここまで来れば大丈夫でございます。どうもご苦労様でございました。ついでだ、送っていったろ。いえ、あの大勢の召使いの芝居もありますので。なるほど、大家の主が俺のような者と一緒に歩いているのを見られちゃ悪いんだろ。いえ、そんなわけでは。いや、帰る、気をつけていけ。どうもわざわざありがとうございました。ありがとうございました。閉めたからね、横丁から待っとくね。バカ、開けろ、早くしない。七名がやられたんだ。七名、誰であんた、何のために送っていったの。これが、バカ、そんなこと聞いてるのかい。早く承知か、叫ぶってこい。ジャズのこと。ジャズって何だ。ジャズ、ジャズをお願いしよう。おい、七兵衛。七兵衛さん、おい、しっかりしろい。ジャスって何だい。おめえ知ってんのかい。いいえ、おかみさんかもしれないわね。歌ないいけばわかるでしょ。それは早く知らせなきゃ。歌のは知ってんのかい。知らないわ、お前さん知ってるだろ。さあ、私もはっきり知らないんだけれど、確か龍泉寺の近くだって言ってましたわ。あなた、のんきにいつまでお休みでございますの。早く起きてくださいまし。もう歩き詰めで疲れた。あなた、元気を出してあのくず屋を見つけてくださいましね。もしくず屋が壺を売ってしまいましては大変でございますよ。それもそうだな。あなた、100万両でございますよ。
百万両か。ね。うん。よし。しかし、実はな、本領。今日まで。来る日も来る日も、こっちの美しい顔ばかり見て暮らしてきたわしには、たとえ一日でもそっちと別れて、一人で歩いていると、実に寂しいよ。私だって一人ぼっちで、お留守番は寂しゅうございますのよ。でもね、あなた、百万両じゃございませんか。満了のためだ。お互いに8年ぐらい我慢するか。それに長いことではございませんが、今日は明日のうちには一つ子が見つかります。とんでもない。この仕事は一月や二月ではとても難しいぞ。まあそんなにかかりますよ。まあ考えてもみろ、江戸はひどいぞ。くず屋がバカに多いところだ。あなたしっかり遊ばせ、一日も早くあのクズ屋を見つけ出してくださいますね。うん、10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。よろしくその方に頼んだぞ。一日も早くあの壺を探し出してくれ。これはどうも恐れ入ります。ありがとうございます。もんじろ江戸は広がございしてね、それにバカにクズ屋の多いところでございしてね。まるで敵討ちをしてるようでございます。この調子で行ったら10年かかるか20年かかるか。では一つ弓でも引かしてもらおうかな。あ、的が少し大きいな。あの右手の小さい方になさいますな。あの小さい的か。よし、みっちゃん、小さい方の的よ。お、どちらになさいましたの。お城、当たった方の的だ。みっちゃん、やっぱり大きい方の的よ。Thank you.
ね。どの的？あの的。あなた呼んでここのおもちゃお通りになったわね。うん、覚えてるかい？うん。なぜ？なぜ覚えてるんだ？なぜって。なぜだか、わしが教えてやろうか。うん。俺の男っぷりがいいからか。ねえ、そうだろ？まあ。昨夜歌っていたのは、ここのおかみか？とてもいい声でしょ？うん。今日は、見えんようだな。昨夜大変だったのよ。大きな体だから分からねえようだねんだが、弱っちゃったな、こら。姫様の亡骸もあしてお役人に渡してしまったし、知らん顔させましょうか。どうしようね。それでは姫に対して、うまいような気がするね。それもそうね。はいはい。すぐに七兵衛さんという大きなお店はございませんね。大きな店だって。ああ、隣の突き出し屋じゃない。ああ。よ、この近所でもって七兵衛さんっていうあの男に違えないけれども、あの店だって何もでっけえっていうわけじゃねえからね。あんた方知ってんですか？あのね、これは向こうへ曲がって、こっちに曲がってね、で向こうへ行って、あの角から2軒目のうちですよ。どうもありがとう。お前さん、向こうの方だけな。おい、これは変だぞ。そうね、ちょっと変ね。姫さんっていつの知らない？あ、知ってるよ。教えてくんない？姫さん、どういうことだよ。そうなの？おい、これは姫違いだぞ。どこも姫だろうね。行こう。姫出て行ったら帰れないんだよ。何だ、姫から帰らねえのかい？おめえの前なんて言った？今やってきて、何も、すみません。何？頼みますか？おじちゃん、彼に何か用かい？いや、用じゃねえ。もう消えた奉公人が大勢だなんて。いや、怒っているのを断ったはずだよ。何がおかしいのよ。あんたあの子に七兵衛さんが死んだと言っておやり。俺嫌だよ、おめえってこい。あたいまっぴらだよ。俺もまっぴらだい。おい、坊主。おじさん、何か用かい？おめえ。なんでおじさん。おっかいねえのかい？うん。そうかい？じゃあ、姉やんとか、兄やんとか、いねえのか？ちゃんと二人っきりで。
そうか。いたな。おじさん、話があるんで。話って何だい？その、なんだ。おめえの、な？おめえ、腹が減ってるかい？どうだった？おい、あの坊さんは母親も兄弟もね、一人ぼっちだったよ。かわいそうにね。それであの子泣いた？何がいい？何がって七兵衛さんが死んだと聞いて泣いたでしょ。お、それだ。どうしたの？聞けば坊主腹が減ってるって言うんだ。それで今朝からまだ何にも食っていねえと言うんだよ。それで腹の減った子供を泣かすな、こいつは罪だからな。それもそうね。で、おばあんのところへ行けば、うまいまんまをどっさり食わしてやるぞって言ったら、坊主喜んでいたよ。おばさんって誰なのよ。当たり前だよ。おめえのこっちゃねえかい。あたし？あたしのうちあの子？かわいそうだから、連れて帰って何か食わしてやろよ。あたしがあんな汚い子供をうち入れると思ってんの？あんたが嫌ならあたしが行ってあっさり泣かしてきてやるわ。誰があんな子供にご飯の食べさせてやるもんか。どう？おいしい？うん、おいしい。よっぽど腹が減ったと見えて、お前の作った料理をうまいと言ってるぜ。ごちそうさん。お利口ね。おじさんとこ拾いな。そうか、向こう行って遊んでおい。ねえ、七兵衛さんのこと話して、あの子を殺させてもらいましょうよ。おめえ入れてこい。あんたがいいって約束じゃない。私お店を見てきますからね。よう、歌の上手なおかみ、ついに現れたな。いらっしゃいまし。おい、坊や。ん？おめえ、なんて名で？八吉だよ。そうか、八吉か。八坊だな。どれしても言うんだよ。おい、八坊。なんだい、この金魚かい？いいかいんだね。これはね、金魚だ。もっと大きいの欲しかねえかい？この方が怖いよ。レスボー、おめえ、強いだろ？うん。強いから、めったに泣かねえだろうな。うん。いっぺんも泣いたことがない。今まで、いつも泣いたことはねえのか？うん。本当に、生まれて、一度も泣いたことはねえのかい？うん。あ、いっぺん泣いた。いつで？どうして泣いたんだい？お母が死んだ時泣いた。さみだれや空にどこへ弟にす晴れ
どう、あの子泣いた？やはりかわいそうだから、おばもうちに置いてあることにしたよ。なんでって？うちのおばさんは、子供が大好きだから、ちょうどいいって言っちゃったよ。だがね、あんたという人は、どこまで届かしいんでしょ。あんな汚い子供、私が好きになれると思ってんの？そうかい？俺は言って悪かったな。悪いわよ。あんな子供、一日もうちに置くことできません。私はね、子供が大嫌いなの。早く追い返してください。あなた、早くお出かけ遊ばしませんか？今日は一日のんびり屋敷にいて、そっちの顔を見て暮らしたい。まあ、あなた、元気を出してくださいまし。100万両でございますよ。100万両か。しかし、疲れるよ。そんな気の弱いことをおっしゃって、あなた、まだ一月も経たないでございませんか？江戸は広いし、くず屋が多いし、まるで敵討ちだ。10年かかるか、20年かかるか。ああ。10年も20年も、いいえ、死ぬまで、ホケ団の壺が見つからないといいのにね。バカなことは言うな。100万両だ。でも、壺が見つかるとあんたもう、ここへ来らなくなるんでしょ？それもそうだな。表紙は辛い。お、坊や、賢いね。あの子、なかなか間に合うんだね。だって、ここへ来てからもう一月になるんですもん。もうそんなになるか？それに、おかみさんがとってもあの子を可愛がるでしょ。おばちゃん、竹馬買ってよ。いけません。おとなしい子供は竹馬など乗るもんじゃないの。ことだ、ひどい喧嘩するわよ。だって、まーちゃんだって乗ってんだもの。まーちゃんとのお父さんのご商売なんだか知ってるでしょ。お医者様というものはね、人がひどい怪我をしないとおまんまは食べられないのよ。わかった？わかったらもう竹馬なんかに乗るもんじゃありません。コケザルの壺に地図が塗り込んであったんだ。万両は大きいの？いや、それも言い伝えだから正確にはわからん。いや、金のない人は喧嘩大きい方が面白いよ。この性分にしても50万両か。探し出せれば鉄砲が大名がなぜ足元へもよれ。それにしてもクズ屋に売るとはおっかたなかなか邪気があるぞ。あら、いらっしゃいまし。おじちゃん、金魚買ってよ。死にまったんだよ。おい、そうかい。よし、おじちゃんが釣ってる。よ、あんた、まった。金魚釣り？面白いな。あ、わしも行こう。ちょっと待ってくれ。これでしまいだ。おい、何本当たった？みっちゃん、何本？3本よ。3本ですって。3本も当たったの初めてね。なんだこりゃ。3本はだるまさんよ。考えてみりゃ愉快な話だ。100万両の壺がこの世知辛い江戸の町に転がしてたんだから。当人の俺にしてみりゃまるで狐に住まわれたようなもんだ。飛ばし出せば100万両。おいおいおい、いや、釣れた釣れたい。どうだ、すごいかまだ。おじさん、また雨やってたよ。
よし、今度はでっかいやつ来てるぞ。これバカ、あれは固めじゃねえか。だけだって柴田君、どうだか肩やばい、肩ちょっと。だめね、あんたは。おじさん、もういいじゃん。おじさん、歌にサラダ油かけていいんだよ。サラダ油？そうか。うん。なるほど。あ、おじ、そんなことを知られたら私の方が商売になりません。おじさん、人間の目は一つも見えるんだね。ダメだ、よく寝る。じゃあ、人間の目は何の2つあるのか知ってるかい？座ろう。そんなことで行け。教えてやろうか。何よ。人間の目は2つないと、今の食べ物が余るだろ。だから2つあるんだよ。なるほど。メガネの玉が1つ余るから、人間の目が2つあるか。いや、こいつは面白い。早く夫源三郎の手に立ち返りますように。偽物、厚みの方に当たって亀甲ありか。なるほど。偽物、厚みの方に当たって亀甲あり。こちらへお越しくださいます。さあ、ご覧くださいませ。いかがでございます。確かに苔ざるの壺でござります。まあ、じいや、金魚屋で苔沢の壺が釣れますか。ああ、若先生、ここにおいでくださいました。おう、なんだよ、吉。あの、クズ屋が知りました。なに、クズ屋分かった。どこだ。ご案内をします。よし。おいおい、百万両の壺が受けるとか。喜んでくれ。どうにか、日本一の大金持ちになるそうだ。この角から向こうへ回って、こっちへ曲がって、角から2軒目、井戸の前でさ、すぐ分かります。で、確かに不在か。おう、帰ってくるといけないから、私はここで見張ってます。頼んだぞ。どこに？どこ行ったか知らないがね。
この間片目で片腕の侍が来て連れてったって話ですね。片目？片腕？くず屋、それはいつ頃の話だ？さあ、一月ぐらい前だったかな。うん、その坊さん、休もうとは申さんか？職に休と。どんな休もうを知ってるんですか？いや、先輩、片付けだ。お邪魔した。ごめん。あれか、あの粒だったのか。ありがたい。さわけも。よし、よし。うん。この角から向こうへ回ってこっちへ回って角から二軒目今度の前でさ、すぐ上がります。調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。ああ、江戸は広い。この調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。あなた。なんだ。昨日はどこへお出かけ遊ばしました。どこと言って、江戸八百八町をぐる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 。これではわしの体は持たん。今日は一日のんびり屋敷にいて、そちの美しい顔を見て暮らしたい。どうぞ、ご遠慮なく。なんだ、萩野。今日一日とおっしゃらず、今日からは毎日お屋敷にいていただきます。何を言うんだ。それでは、せっかくのあの百万両の壺が。壺は別にあなたがお探しにならなくても、屋敷には門弟どもが大勢おります。ほら萩野、しっかり出せ。あの壺は百万両だぞ。百万両。分かっております。おかしいな萩野、そちは何か思い違いをしておるな。毎日毎日、わしがいかに一心にあの壺を探し回っておるか、与吉に聞けばわかるはずだ。与吉は今朝暇をやりました。え、あなた、与吉は何もかも白状しておりますのよ。何、与吉を。審議をするのがお好きでしたら、お庭の池に大きいのがたくさんおります。あなた、お人形、今日限り屋敷の外へ一歩も出ていただくわけには参りません。何をバカな。いや、とにかくわしは出かけるぞ。じいや。おけざれの壺は我々が殿に代わりまして、きっと探し出しまする。ご安心を願いまする。今後は軽々しくお屋敷の外へお出まし遊ばさぬよう、門弟一同よりお願いをいたしまする。
つは。なあ、兄よ。あなたの言ってることは、私絶対に信用いたしません。いや、それがその、今までのは嘘だった。いや、確かに私は嘘をついていた。いや、悪かった。謝る。どうにまさに。いうことは正真正銘断じて嘘ではない。実はコケザルの壺はすでに見つかっておる。何ですって？どうだ、驚いたか。どこにございます？見せていただきますよ。見せる、見せるとも。今夜持って帰る。いや、きっと持って帰る。本当だぞ、萩野。わしを信じてもう一度だけ外へ出してくれ。な、頼む。まだあなたは私を騙そうとなさいますのね。とんでもない。これは絶対に本当の話だ。私は八百万の神々に誓おう。な、萩野、そちはわしを信じてくれるな。いいえ、信じません。萩野、いけません。おい、萩野、萩野、な、おい。知らなかった。いつまで起きてんのよ。あ、寝ちまいなさい。知らない子だね。あの子、誰か子供の好きな人にやっちゃうかしら。そりゃあいかん。実はおめえに相談があったんだ。明日からヤスを道場に通わせてやろうと思うんだ。なんですって？私は嫌だよ。それでなくても暴れん坊で困ってるのに、この上剣術だなんて。しかしおめえ、こときうちにはまずなったって。いけません。あの子は寺子屋に通わせます。なんだ、寺子屋？ええ、これからの人間は学問がなくちゃダメですからね。腕や隅で片桐打ってるかい。どうじゃやるんで。いえ、寺子屋通わします。今度は俺の言ったりするんで。明日から六は道場やるんだい。寺子屋。道場だい。寺子屋。道場だい。寺子屋。道場だい。これはなかなかよく書いてるぜ。本当に上手ですね。寺子屋帰ってから今日で5日目なのよ。うまいでしょ。そうかい。それにしては、なかなか手筋がいいぞ、こら。大話題だってね、子供の時は棒は書かなかったかもしれねえ。おや、やすぼ、まだお前さん行かないのかい？たぶんついで。だって、両替屋のかっちゃんがいじめるんだもの。いじめられてもいいから行くんだよ。おじちゃん、持って行ってよ。バカ。おいちゃんは忙しいんだ。本当にこの子は陰弁慶だよ。早く行っといて。姉ちゃん、送っていってよ。姉ちゃん、今日お店が忙しいからダメ。おばあちゃん、送っていってよ。そんなこと言うともううちに置かないから。行っといて。ね。任されてるんじゃないかしら。
回の今年だけは大きいんだからね。おめえ、気になんだろ。ちょっと行ってみてこいよ。あんた行ってきてよ。俺は嫌だよ。お店が忙しいんだからね。俺もまだ飯食っていねんだよ。あっ、よしよ、私が行かせないよ。俺も行かん。俺も嫌だよ。俺は行かねえぞ。見つかったか？残念ながら見つかりません。おい萩野、お前本当に100万両が欲しくないのか？みすみす壺のありかが分かっているのにな。萩野、頼むから半日でいいから俺を外へ出してくれな。いけません。ははクビになったの。おかげさまできれいさっぱりちゃんとやられました。それは気の毒だったの。これからは旦那方に注意を尽くします。どうぞお帰らせて。うん、ちょうど貴様にいい仕事がある。みんな陰だから。あ、できたできた。おお、よくち。え、これを江戸八百八丁くまなく張り出してもらいたい。旦那、こんな格好の壺をお持ちでござんすか？こんな壺でござんしたら、いい値で買えますぜ。一つあんのある。え、そうですかい。じゃあ旦那、その壺一つ一両で買いましょう。女の子が一両になるのか？なんでしたら旦那、現金で差し上げましょう。一両。じゃあ待ってろ、今待ってろ。お待ちもしてるやつ。
あたりにも麺粉買ってよ。麺粉か。よし、これかい。こっち行きなさい。もう1枚で結構で。あたりこれでやるよ。なんだ、小判か。うん。俺でも取ってくるわ。こんな壺おめえ、一両で買うやつあるんで。そう？だけど安そうが大切にしてるんじゃないの？かわいそうだよ、お前さん。俺もそうだが、でもおめえ、実は俺らは一両が先に受け取ってしまったんで。呆れたよ、この人は。こんな大きなんだね。おい、あれ、うら。え？冗談じゃありゃねんで。これ返すぞ。え？じゃあ、旦那、二郎で行きましょう。二郎で。いや、ところがいかんのだ。子供が金魚入れと。ねえ、拙者が。じゃあ、もう二部張り込んで、二郎と二部で行きましょう。外科。おばちゃん、あたいね、これ買ったんだよ。もう、この子は大変だよ。小判じゃないか。両替屋のカツコって、麺粉して買ったんだよ。早く返しといて。親子に踏んじがられるよ。どこ行ったのか。本当に子供ってしょうのないもんだよ。アクションを大概にするがいいぞ。ガキを取りに使って大米60両の金とんでもない、こたりだ。なんだなんだ、こたりってなんだい。こたこたりじゃないか。金を返したもんかなかろう。当たり前だ。返さなければ恐れながらと訴えてるぞ。さあ、耳を揃えて60両を返してもらいましょう。よし、間違いなく払ってるから明日の晩取り来い。なんだって。明日の晩、うまく騙して今夜のうちに逃げ出すつもりだろうが、そんな甘い点になるものか。さあ、早く金返してもらいましょう。だから明日の晩まで待てと言ってんじゃねえか。いい、待てません。何よ何よ何よ。明日帰ってば。どうかい。上州屋さん、本当にお金はあの子がお返しに行く道で盗まれましたの。嘘も隠しもしませんわ。明日の晩にはきっとお返ししますから、ご近所のよしみです。それまで待っていただけないでしょうか。間違いなく明日の晩には返してもらいますぞ。うちに二言はない。母ちゃんとお父さんも返した。うるさいね。お前はお風呂おごちを焼いといて。よくどっちに返してくれって言うじゃねえばさ。おくりお餅を食べといて。あんな大きなこと言ってあんた大丈夫？何がいい？何があって明日の晩までにお金できる当てがあるの？冗談言うね。俺はおめえの居候だぜ。居候の俺に60両なんて大金の都合がつかつかねえか考えてもねらい。じゃあどうするつもりなのさ。どうするって、おめえこそどうするんだい。困っちまうわね。だから俺の言う通り、どうじゃいかがしときゃ、あんなバカないたずらもしねえし、こんな心配もしなくて済んだんだ。おめえがよくねえ。あんたが悪いのよ。そもそもことの起こりは、あんたが小判をやったがこんな間違いが起きたんだわ。大体お前でしつけやるんだよ。あんたが悪いのよ。おめえでいい。あとだってば。だが言うねえ。おめえは
自分で金を返してくれいのに、女子供に持たせてやるから盗まれたんで、おめえが悪い。大体あんな子を拾ってきたのが悪いのよ。あの子さえいなければ、そんなことも起こらないし、私がいいも悪いもないじゃないの。あの子をここへ連れてきたのは誰？あんたでしょ？だからあんたは悪いのよ。そうでしょ？心配しなくてもいいんだよ。私たち人も怒ってなんかいないのよ。なに、50や60の金は今夜おじさんが一つ目が出たらすぐに分けてみせるぞ。ラスボもどうだ、一回それなにはね、おじさんにおそばをぶつけてもらえ。もう捨てないでしょ。あんた、本場の元手があるさあ、どれだ。こうなったら仕方がねえから、おめえの着物を二三枚曲げてこい。さあ、ちょうだよ。ハンダ。こっちの方だ。ハンダ、ちょうだ。ハンダ。はるかた決まれば勝負でございますよ。勝負。ちょうだ。切れた。さあ、ね。おじさん、曲げるとうなるんだね。さあ、もう一番。ちょうだ、行こう。ちょうだ、行こう。どうか。よし、持っていかんだ。お客さん、勝負でございます。勝負、勝負だ。勝負だ。よしね、決めた。おじさん、またうなったね。いや、悪かったんだ。おじさん、もう待ってんだね。
おいやす。目をつぶっていな。おじさん、なんでで？いいから目をつぶっているんだ。一つ、二つ、三つと遠まで風んだぞ。目を開けるんじゃねえぞ。いいか？さ、数えてみな。これ売ろうよ。一両ぐらいじゃしょうがないね。だってないよりマシだろ。それもそうね。じゃあ俺は出かけるぞ。道場破りで儲かるの？道場の看板を持ってくといえば少なくとも10両は出す。あんた大丈夫？心配ご無用。この子、私泣くにも泣けませんわ。仮にもあなた、道場の主ではございませんか。それが夜中に屋敷を出ようとして、泥棒と間違えられ、その上、門弟どもに叩かれるなんて。油断をしていたからだ。いくら油断をしていたところで、情けないと思いますわ。さっきも庭で、中間どもが噂をいたしておりましてよ。何と申しておった？金陰流の免許改伝だなんて、危ないもんだ。申しておりましてよ。下郎の分際で無礼千万、聞き捨てんな。申し上げます。なんだ？はい、ただいま大変な化け物のような道場荒らしが参りまして。道場荒らし？はい、それはそれは恐ろしいすごいやつで、門弟どもを片っ端から。
頭が少しズキズキしてきた。あ、申し上げます。ああ、なんだ。ただいま森本がやられましてございます。え、森本が、はあ、やられた。ああ、長井を出す、長井を。ああ、長井は一番最初に出てもう負けております。え、どうも頭痛い。さあ、あなた早くお支度を遊ばせ。うん、困った。あ、今度は横腹が痛みだした。ひどく悪いのでございますか。うん、痛む。では致し方がございません。ただいま主人病気ゆえ、勝負は後日改めてと申しましょうか。それがいい、そうしてくれ。だがおとなしく帰るだろうか。何、一両か二両を包んで出せば喜んで帰ります。なるほど。何とぞこれでどうぞ。一両や二両の入ったからに帰り入ってと思うか。どうどうにもなるじゃたち、どうどうにもなるじゃたち。あのような乱暴者をあのまま返しましてはご先祖様へ申し訳がございません。うん、そこもあるな。さあ早く行って門弟どもの前であなたの本当の腕前をお見せあそばせ。じいや、お支度ができました。主はどうした。主は誰と申すに。はっ、ただいまご主人じきじきにお相手をいたします。とうとう出てみせたが、どいつだ。おい、おい、萩野、新陰流の極意だ。よく見ておけよ。ああ、こら、ロニー、先刻からの無礼の雑言、必須にならんぞ。病中ながら当道場の主柳生源三郎じきじきに相手をしてとらす。何じゃ、黙るぞ。さあ、お、さあ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 、60両じゃ。それはちょっと高いぞ。ビタ一番負けなんぞ。あ、仕方ない。よし、60両やるから負けてくれ。そうか、ありがてえ。頼むぞ。さあ来い。ああ、知らぬ愚か者だ。ああ、その方たち、こんな相手に遅れを取るとは何事だ。ん、毎日毎日道場へ出て一体何をいたしておる。明日からはちと身を入れて稽古をさせい。ん、ああ、こら浪人、その方浪人には押し腕だ。それに筋もなかなかよろしい。余が直々に教えて取らすことがある。奥へ来い。お貴様の道場とはこいつはどうも意外じゃったよ。俺もどうも道場嵐が貴様とは思わなかった。じゃあもらって、ありがとう。おい、たまには出てこい。また金魚釣りでもやろう。あ、それだ、その金魚だ。いや、金魚を入れた壺だ。壺がどうしたい。その壺が百万両の壺だ。コケザルの壺だ。コケザル、うん、確かにそうだ。あの、お金を召しますといけませんから。うん、いや、とにかく当道場へ二三年通ってみたらどうだ。うん、いや、わしがみっちり仕込んでやる。いや、
なかなか押し腕だ。見当たらねえよ、だが、どうしたんだい。壺？金を入れてた壺だい。ああ、で、とてもあの子可愛いこと言うのよ。あの壺が一両で売れるんですってね。一両で売れれば、おじさんが助かるからって。あの壺一両で売ったのかい。さっき出かけたわ。どうかしたの。バカだな、お前は。あの壺は100万両だい、100万両の壺だい。おい、おさぶれ、そこまでちょっと顔を貸してくんねに遅れを取って何だ。こんなことでは柳生流の行く末が案じられてなら。今日から苔猿の壺はわしが訪ねに行く。いいか萩野、何度も言うが江戸は広いぞ。10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちのようなものだ。おい、この壺が100万両だ。あれは嘘のようだな。いや、嘘だってかまん。壺は当分貴様に預けておくぞ。俺にか。うん。壺が見つかると、わしは浮気ができないからな。そこもあるか。今日はよく当たるわね。当たり前だ。的が違う。